岡部凛は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 のメンバーである。チーム8茨城県代表及びチーム A のキャプテン。茨城県出身、茨城大使。愛称はベリン、リンリン、ホリプロ所属。身長159センチメートル。血液型は不明。2014年の AKB48 チーム8全国。 一斉オーディションに茨城県代表として合格した。2017年9月10日にインテックス大阪で行われた握手会会場で発表された AKB48 の50枚目シングル11月のアンクレットの表題曲歌唱メンバーに選ばれ初のシングル表題曲選抜入りを果たした。これを含めて以後3作連続でシングル表題曲選抜メンバーとなった。 そして同年12月8日に行われた AKB48 劇場12周年公演で発表された即格人事において AKB48 グループ総監督の横山、由依からチーム A キャプテン職を引き継ぐことが発表される。2018年1月に茨城県から茨城大使を移植される。同年5月から6月にかけて投票が実施された。 AKB485 サードシングル世界、選抜総選挙では58位となり、初ランクインする。2019年1月17日に、東京ドームシティホールで、初のソロコンサートとなる、AKB48 オカベリンソロコンサートもしも、し、リンリン推しでしょうが開催された。2020年11月29日に、NMB48 の白館、 ミルの新型コロナウイルス感染が確認され、白館と仕事で共演していた岡部ら AKB48 メンバー11人も濃厚接触者に認定されて自宅待機となることが12月2日に発表された。12月12日、活動を再開。それから4日後の同年12月16日に開催されたホリー NS 水曜祭り2020においてホリプロへの移籍を発表した。 趣味は料理、特技はおもちゃ。イラストが得意であり、チーム8の公式キャラクターとなったエイトくんをデザインした。他にもチーム8のコンサートツアーにおける宣伝用イラストなども岡部が手掛けている。目標、憧れている人は小島春菜、天海祐希。先日の2019年のソロコンサートではアンコールで小島と共にハート型ウイルスを歌唱した。 郷土愛が強いメンバーであり、茨城の発音には特にこだわりを持っている。テレビ番組などで、茨城と濁音化した言い方をされると直ちに横槍を入れる様子が放送されたことがある。2014年6月16日に行われた、トヨタ・プリウス PHV 新 CM 発表会にチーム8のメンバーと出席した際に、差し原里のから前田敦子の声に非常に似ていると指摘され、 その後の囲み取材でも報道陣の注目を浴びた。2018年6月12日の新チーム A 目撃者初日公演を新キャプテンとして迎える前日の11日にゲネプロが行われ囲み取材でキャプテンとしてのプレッシャーがあったことを告白して涙を流した。坂道 AKB で共演した乃木坂46の山下瑞希と仲が良い。小島春菜 好感度爆上げ、公演、湯浅順次、その雫は未来へとつながる虹になる。公演岡部チーム A、目撃者公演、ありがとうございます。